どうも、ライちゃんです。今回は、ゴジラモンスターバースの最新作で、ゴジラ VS コングの続編のゴジラ&コングと呼ばれている作品に関して、ちょっと話したいと思います。ゴジラ&コングという仮のタイトルで制作されているモンスターバース5作目の最新作は、現在ポストプロダクション中であり、編集や VFX の制作を進めている最中なのですが、今現在公式からはプロット、登場怪獣などの情報は何も出てきておらず、真偽不明のリーク情報などがネット上に存在しているだけなんですよね。そんな中、追加撮影が繰り返し実施されており、その内容は VFX シーンが主だったものとされているのですが、今作の追加撮影を含んだ主だった撮影はオーストラリア、アメリカ、ブラジル、イギリス、ジブラルタル、モロッコ、ハワイ、イタリア、アイスランドなど全世界にまたがって実施されていて、作品のスケールが明らかに巨大なものになっているのが明白なんですよね。そして公式発表されているプロットの最新版は、モンスターバースの5作目ではゴジラとコングがこの世界に潜む未知の巨大な脅威と対峙し、彼らの存在、そして私たち自身の存在を問いかけます。そして怪獣たちの歴史や起源、ドクロ島を起点とする謎に迫ります。怪獣を創造し、人類と永遠に結びつけた神話的な戦いがついに明らかになりますとされており、怪獣たちの歴史や起源を解明しつつ、人類と怪獣の関係性を明らかにしていく中で、ゴジラとコングが巨大な未知の脅威に立ち向かうということが示唆されているのですが、この説明からもこれまでのシリーズと比較してもかなり異色な作品になることが伝わってきますよね。この情報に合わせて、海外インサイダーの KDM が先日プロットに関する興味深いヒントを発信しているんですよね。その内容はというと、第3幕の混沌と恐怖を彼らはどう止めることができるのか、ワイルドでクレイジーな今までで最大のスケールの映画になりそうです。ところでフィナーレでゴジラとコングの再戦を期待してはいけません。予想外の展開になることを期待してくださいって感じなんですよね。第3幕の混沌と恐怖を彼らはどう止めることができるのかって部分で、ゴジラとコングが協力するということを示唆していると思うんですが、混沌と恐怖とは一体何なんですかね。これまでのモンスターバースではあまりそういった面は押し出されてこなかったと思うので、どういった出来事が起こるんでしょうかね。モンスターバースの中で混沌というと、怪獣が出てきての都市破壊だとか、そういった面なのかなって思うんですけど、恐怖演出っていうと、キングコングドクロ島の巨神での島の探索シーンくらいしか思いつかないんですよね。あとはゴジラキングオブモンスターズでのギドラの復活シーンとかですかね。恐怖とモンスターバースってあんまり接点がないと思うんですけど、皆さんはどう思いますか？またワイルドでクレイジーな今までで最大のスケールの作品になるという部分も気になりますよね。ゴジラキングオブモンスターズでも十分スケールの大きい作品だったと思うのですが、それを超えるとなるとどうなっていくのか想像できないですよね。おそらく地上世界と地下世界を全てひっくるめてストーリーが展開するという意味だと思うんですが、正直ワクワクしちゃいますよね。地球上の様々な場所でロケーション撮影を行っていることからも、映画の舞台が多種多様な地域になるというのは間違いないのですが、ゴジラとコングと一体の敵怪獣だとそんなに移動するのは考えられないので、複数の敵怪獣が登場するということがやはり連想されますよね。また俺の別動画で紹介しているのですが、今回の追加撮影は VFX 部分の撮影がメインで行われているという点も、複数の怪獣が登場することを匂わせていますよね。追加撮影が人物を含めた撮影であるならば、本編の内容の補足のためのシーンだとか想像できますけど、VFX 素材の撮影をメインで行っているとなると、 VFX 加工された何かが画面に登場するための素材を集めているってことだと思うんですよね。そして追加撮影では都心部の空撮映像なども多く含まれているようなので、都心部で暴れ回る複数の敵怪獣のシーンの登場には期待してもいいんじゃないかなって思います。またこの複数の敵怪獣登場という説には、実は裏付けも存在していて、 Apple TV で配信されるゴジラモンスターバースのドラマシリーズには、
ゴジラ VS コングの続編に登場する怪獣たちが登場して紹介されるというようなことをエピソードの1話と2話の監督を務めるマット・シャックマンが示唆しているんですよね。そしてそれはどうも複数存在しているという噂も流れていて、現在追加撮影が実施されている最新作には全世界中のロケーションから怪獣が登場するという考察につながってくるんですよね。もしかしたら本当にモンスターバース世界に存在する怪獣たちが勢揃いしてくるかもしれませんね。自分たちの中で公式プロットの中の未知の巨大な脅威という部分を一体の怪獣というように捉えてしまっていたのが間違いで、その未知の脅威とは複数の怪獣が一気に登場して全世界中で暴れ回る怪獣黙示録的な展開なのかもしれませんね。ゴジラキングオブモンスターズのマイケル・ドハティ監督は怪獣総進撃のリメイクをやりたいと言っていたので、モンスターバースの構想の中でそういった複数の怪獣が登場するというコンセプトが存在していた可能性もありますしね。ただドハティ監督はもうモンスターバースに関わっていないので想像の域でしかないですけどね。またゴジラとコングが再び戦うことはなく予想外の展開が起こるというところもちょっと気になりますね。予想外の展開とは一体何なんですかね。以前は予想外の敵怪獣という意味かと思っていたんですが、どうやらちょっと違うようなんですよね。ゴジラとコングに予想外の展開が起こるっていうと、まさかの両者が死亡するとかそんな展開とか考えちゃいますね。まあゴジラは東方から権利を借りているので劇中で死ぬことはないと思いますけど、コングに関してはちょっと読めないですよね。敵怪獣との戦いの中で最終的に仲間意識を持ったゴジラとコングだったが、敵怪獣の攻撃によってコングが死亡してしまい、ゴジラがその復讐のために敵怪獣に一匹で戦いを挑むとか、そういった展開とかもまあなくはないかなって思っちゃいましたね。ゴジラ VS コングの時点でゴジラを笑わせるなど感情をむき出しにする表現も多くありましたからね。全く予想はつかないですが、ゴジラとコングに何かしら大きな出来事が起こることは間違いないと思います。いろいろと俺の話を聞いてゴジラ VS コングの続編のスケールが明らかに過去最大のものになっているというのは皆さん感じていると思うのですが、本当にストーリーの予想がつかないですよね。正直言って現段階の撮影情報では以前紹介したスペースゴジラ登場説は完全に否定されたと思いますし、グリフォン登場説も違うと思いますね。一体モンスターバースの世界で何が起こっているのか、予告編の公開まで頭を抱えることになりそうです。皆さんはこのスケールが巨大化したモンスターバース最新作がどんな作品になっていると思いますか？よかったらコメント欄で教えてください。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。